はい、こんにちは、永田です。おっと、新店舗からお送りします。で、一発目の動画になるのかな。まあでもいろいろ店内ツアーとかいろいろ撮ってるんですけども、それに付随して僕がどうしてもこの新店舗サロンズの時では入れられなかったすごいアイテムっていうのを今日は紹介しようかなと思ったんですけども、そのアイテム、あまりに皆さん聞いたことあるかもしれないですけど、マーブっていうマイクロバブル発生装置です。もうシャンプー台に取り付けることができて、で、あのシャワーヘッドとかじゃないですよ。もう完全にこんぐらいの大きい機械でマイクロバブルを発生させることによって、もうシャワーがずっとそのマイクロバブルで溢れて、でお客様の髪がきれいになる、頭皮がきれいになるっていうのをやってる機械があるんですけども、それがすごい気になってて、皆さんあの SNS とかですごいマーブいいマーブいいって書いてあったから、どうしてもやってみたかったですね。で、触ってみた結果やっぱりすごい欲しい、自分の思い描いてる髪の毛がきれいになる、お客様全員の髪の毛がきれいになるってことを実現するにはやっぱり水から変えなきゃいけないかなと思って、すぐに導入しました。前サロンズの時だとスペースの関係上どうしても導入がちょっと難しかったんですけど、ここはちょっと広くなったんで念願のマーブっていうのを購入することができて、で取り付けてもらって、もう本当に営業開始から、数週間経つんですけど、お客様っていうのは本当に喜んでもらえる、かなりびっくりしますよ。もう毛先の抜け感、毛触りとか、あとは頭皮のふんわり感っていうのがすごい違ってくるんで、それをすごく感動してる状態なんですけども、それをディーラーさんにすごい、もう本当マーブいいね、めっちゃいいねって言ったら、どういうルートかわかんないですけど、マーブの社長さんに伝わりました。ということで、マーブの社長さんがぜひもっと深い知識っていうのを紹介したい、まあ僕のチャンネル美容師さんがいろいろと美容に対する知識を深めたりとか、あとはお客様に対してね、もっと喜んでもらえる技術っていうのを習得する動画になってるんですけども、そこでマーブの会社の社長さんが自らこうやっていろいろマーブのもっといいところだったりとか、いい方法だっていうのをすごい伝えてくれるっていうんで、ぜひお呼びすることにしました。はい、どう岩崎、何ですか、マーブ使ってですか。マーブ栄冠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 、なんとなくわかるけど、ちょっとあの何の略、栄冠寺それ関西限定、どうなんですかね、栄冠って言いません、栄冠栄冠栄冠です。はい、じゃあそんな感じで社長さんに登場していただきましょう。じゃあ岩崎さん呼んでください。じゃあマーブの社長さんに登場していただきます。お願いします。お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。マイクロバジパン代表高林です。エナジーエナジーエナジー当てましてオープンおめでとうございます。 ありがとうございます。石田さん、どうぞ長さ使ってください。渾身の、はい、あのプレゼントでございます。ちょっとねスペースとかも大変かなと思ったんで、ちょっとアレンジの方で可愛いお花をすいません、ありがとうございます、ご用意させていただきました。どうぞ使ってください。よろしくお願いします。なかなかテンション高めの社長さんで、はい、パワフルにちょっと今日は皆さんに面白いことをちょっとお見せしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。社長さんらしくない社長さんですね。あ、なんかあのよく営業マンでちょって言われます。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、背中にはマーブ背負ってますね。すごい。はい、じゃあそんな感じで、今日はマーブのいいところ、悪いところはない。そうですね。悪いところはないですね。はい、っていうのを深掘りして社長さんに教えていただこうかなと思うんで、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあそんな感じで早速ご説明の前にマーブ一言で表すと。はい、美容室でしか味わえない新しいナノバブル体験です。これがまあ一言で表す、なるほど、コンセプトといいますか。サロンでしか味わえない、サロンでしか味わえないです。お家ではできないやつなんですね。楽しみです。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速ちょっとマーブについてご紹介させていただきたいと思います。はい、まずですね、マーブって一体何かっていうところ、コンセプト哲学が一つあります。はい、それが引き算の美容法っていうところです。結構この付け加えて綺麗にするものとか、補修するものっていうのは大切ですし、すごく重要だと思うんですけども、まあ、数ある商品の中で僕たちはその商材だとか、その人の持ってる髪の良さを引き立てるような立ち位置、引き算の美容法として無駄なものを取って良さを立てていくみたいな、それで最強の脇役なんだよっていうところが一つコンセプトとしてあります。はい、このマーブご紹介するのにあたって一つ強くお伝えしたいと言いますか、なんかアピールしたいところが、お前の会社大丈夫なんかっていう。ここあの僕実はその見た目で皆さんにこういろいろとお前社長なのってことがあったと思うんですけど、年齢まだ29で大学4年生の時に起業したんですよ。それとメーカーやってて大丈夫なんかっていうお声あるんで、ちょっとだけアピールと言いますか、ネタの提供ちょっとここでさせて
していただければと思うんですけど、はいうんうんうん、遡ること8年前僕は実は農業の世界でこのナノバブルというシステムを開発しました。もともとは日本の農業をこう良くしたいと思って、うん、どんな栽培方法がいいかなって考えた時に、中さん見たことないですか、お水で野菜作るやつみたいな。お水、あーうなんちゃらプラント。そうそうそう、なんちゃらプラント、あの工場とかで作るよう な、 なんか LED がこうあって、はい、なんか植物を水で育てるみたいな。あれ分かんないですよ。レタスとキャベツの違い分かんない。確かにね、まああの土じゃなくて、ね、分かってますよ。分かってますよね。良かったです。ありがとうございます。あの水にこうどうやったら酸素を溶け込ませられるか、うん、その酸素溶け込まして薬とか減らす方法とか、うん、栽培方法を確立するのにバーブの元になる技術がナノバブルができたのがもう大学4年生の時なんですよ、うん、大学4年生で大学4年生の時にそうです、水耕栽培の技術として愛豊作ジェットって名前なんですけど、全然わかんない。愛豊作ジェットっていうめちゃくちゃダサい名前からスタートしてやったんですが、まあなかなかうまくいかなかったんで、うん、ある時こう農家さんが頭に農業のお水をかけたら、もうバケツに汚れがブワー出て、これめっちゃサラサラすると、うんうんうん、で農家さんのご家族って結構美容好きな方も多いんで、うん、日に浴びるんでこの顔にあったらめちゃくちゃなんかしっとりするみたいな、そういうお声を受けて作ったのが今日ご紹介させていただくマールっていうのが誕生したんですね。で今では全国で5000店舗のお店に、まあ、使われまして、皆さんのおかげで日本で一番使われてるナノバブルシステムになりました、うん、PR としては僕たち自社工場で作ってる会社ですから、うん、業界で初めての5年保証、法人用なのに5年保証つけてますし、うん、これからノットさんに来るお客さんに使ってて故障するとか、うん、ちょっともしかしたらスタッフさんが壊してしまうみたいな時が来ても無償で全部直しますよっていうのが結構壊すかも。結構壊しますね。止まりましたけど、はい、まあ保証がありがとうございます。ありますので、まず安心して今日のお話を聞いていただければなと思います、はい、早速ですけども、じゃマーブって何がいいことあるのっていうところについて入っていきたいと思います、うん、マーブの良さいろいろあるんですけども、うん、ポイントまとめると一つ目がすごく綺麗に洗えるっていうこと、うん、まあ、シンプルに。二つ目が薬がすごく効率よく入るということ、うん、で三つ目がドライが楽になるっていう。うん、いやでもそれ感じました。あ、本当ですか。パンフレットに書いてあるドライ時間なんか短縮っていうのを感じてます。普通に結構この理屈についても、はい、なんで起こってるんだっていうのをお客様に解説できると、はい、このおおって感動が上がると思うんで、うん、ぜひちょっとご紹介させていただければと思います。お願いします。はい、じゃまず一つ目が洗うっていうことなんですけど、うん、CM とかでなんかシャワーヘッドで、うん、見たことないですかね、こうなんか汚れが取れますみたいな、はい、ちょっとあんまりね名前とかお伝えできないんですけど、うん、手のあれが、手のあれとか、あれがあれとかいろんなあれがあると思うんですけど、まあ、それの業務用のタイプになるので、うん、ものすごくこすらなくても汚れを落とせるっていうところが美容業界にとっての高い価値なんですよ、うん、で従来洗うものって言ったら代表者って多分炭酸だったかな。炭酸はしばらくやってましたね。そうですよね。結構炭酸が美容業界では主流だったんですけど、うん、今時代が進化して、うん、ナノバブルになるとめちゃくちゃ細かくなったんですよ。もう俺もう最初から間違ってます。あのナノバブルなんですね。マイクロバブルじゃない。そうなんです。僕マイクロバブルジャパンが作るナノバブルシステム。なるほど。一個勉強になりました。あ、そうです。オルキャスさんにマイクロバブルで、あ、ありがとうございます。ちょっと会社が進化しました。あ、なるほど。社名なかなか変えらんないから。そうなんです。技術が進化しましたみたいな感じです。OK です。はい、でどれぐらい小さいかっていうと、はい、まあ、炭酸がまあ30階建てぐらいのビルだったとしたら、うん、まあ、ピンポン玉ぐらい小さいんですよ。30階、おー、まあ、イメージでなかなかつかないですよね、うん、ビルがまあ炭酸だったんですけど、はい、まあ、ピンポン玉ぐらいになると何が変わるかっていうのが大事で、はい、従来炭酸って泡の大きさって、うん、頭皮ケアのためのサイズなんですよ。キューティクの隙間にはちょっと入りきれないみたいな、ほうほうほう、頭皮のこれ地面を洗うみたいな感じのスタートだったんですけど、はい、10年経って時代進化したんで、はい、ナノバブルになるとキューティクの隙間まで入ることができるようになって、うん、頭皮ケアっていうのはもちろんできますけど、ヘアケアまでこうアプローチできるようになったよっていうのが今までのものと大きく違う点なんです、うんうん。ただ小さい泡だったら一応シャワーヘッドもありますし、うん、別にその業務用のマーブじゃなくていいじゃんっていうのがあるんですね、うん、今回ぜひ楽しんでいただきたいのがマーブは業務用としてあのコンセント挿すじゃないですか。挿します、挿します。電源使うんですよ、はい、外から力加えて水と空気を圧縮させると、あの空気の周りに電子がこうマイナスの電子が伸びるようになってるんですね。小さい泡だったらそんな効果正直変わんないんですけど、この泡が電子を帯びたことによって汚れをこう吸ってくるみたいな。汚れってプラスなんですよ。プラスの、そうですね。で電子持った泡ってマイナスなん で、うん、でこれがこう吸着して磁石みたいな吸ってくれるみたいな、まあ、これで擦らなくても汚れがすごく綺麗に落とせますよみたいな、うん、まあ、それが業界に出した価値
なんです。で結構そのブリーチした方とかって、うん、頭皮擦れるけど髪って擦れないし、うん、宿毛矯正の時もそうだと思うんですけど、これは泡で擦ってあげられるんで、うん、めちゃくちゃ優しく、しかも綺麗に落とすっていう、今までは矛盾しちゃうこと、洗うんだったら擦っちゃうみたいな、それを改善してくれたのが最初のマーブのポイントになります、うん、なるほど。はい、次いきます。はい、2つ目マーブの良さ、2つ目は、はい、薬が効きやすい、まあ、薬剤の浸透をサポートするっていうお話なんですけど、うち、ん、そらそうだろうって汚れがいないんだからみたいな、うん、まあ、これはなんかなんとなくこの普通の方でも洗うんだから入るよねって知ってると思うんですけど、ぜひ長野さんと矢崎さんに僕お伝えしたいのが、髪の毛が水を吸わなくなる、髪の毛が水でビチャビチャになってないからこそ薬剤が効くっていうのをちょっとお伝えしたくて、今日一番のメインどころで来ました。メインどころ、これが一番メインどころです。これちょっとあの後ほど図とかで皆さんにも見ていただきたいんですけど、はい、どういうことが今までできなくて、どういうことがマーブが入るとできるようになったかっていうところ、この図でちょっとご紹介させていただきます。今まで水道水で洗った髪ってダメージもであればあるほど水でパンパンに膨れてしまいます。そうするとカラーとかが入る隙間がほとんどないですし、あの乾かす時にタオルで拭いても拭いてもまた出てくるんで、トリートメントとかカラー剤とか結構流れ出ちゃうっていうことがあったんですよ。なんでカラーメーカーさんってドライトフ推奨したりとか、トリートメントの会社さんも水なるべく絞ってからやるみたいな工程を踏んでたんですけど、マーブが入るとそこの常識が変わるっていう、なんと濡らしても水が髪の毛にパンパンに入らないんで、カラー剤が入る隙間がすごく残ってるし、トリートメントが水で流れていかないんで、ありとあらゆるケアとかデザインがもう飛躍的に向上するっていうのがマーブが一番すごいところです。あれですよね、ダメージもは基本浸水性になってる、で健康もが疎水の状態、はい、みんなトリートメントとかで疎水を作り出そうとして頑張るけど、もはや洗った時に浸水になってないから薬剤がスパンと入る。ありがとうございます。その通りです。なぜですか？これは実はまだ解明されてないノーベル賞ものの現象は分かってます。この、まあ、物質に対して加圧された、つまり帯電したこういったナノバブルを当て込むと、はい、髪が過防潤しなくなるっていう現象は 100% 起こるんですよ、はい、このプロセスがまだ判明できてないので、大企業さんとかはまだちょっと商品化しにくかったりしてるところがビジネスの界隈であって、うん、僕たちベンチャー企業はその安全性だとか効果が 100% 出るっていうところを使って世の中に実用化してるっていう、そんな会社なんですよね、うん、ぜひその水がこう膨らまないっていうのを肉眼でこう僕今日やりますんで。見えるんですか？タオルでほぼ拭いてないのに落ちないっていう、魔法のような現象を楽しみにしていただきたいですし、お客様にも上がった瞬間触ってみみたいな、水落ちてこないでしょみたいな、その変化の体験、体験の変化みたいなものを楽しんでいただきたいなっていう、はい、それ伝えると面白いんで、ぜひ面白いポイントとしてやってみてください、はい、結果的に、まあ、カラーだとか、まあ、宿毛矯正だとかデザインに絶対必要になっていきますし、それこそメテオさんのようなこう補修する材料っていうところが効きやすくなるんで、すごい相乗効果も出せますよっていう。いましたね、メテオとマーブの相乗効果これやばいです。これはやばいです。僕も現場でめちゃくちゃ感動しました。あ、びっくりしました。ありがとうございます。あれやばいっす。あ、やばいっすね。無償サロンで本当にいい感じですよ今。多分ご視聴者の中にいらっしゃると思うんですよね、はい、マーブ使ってて。あ、そうですね、もうエグいっす。エグいっす。さすがっす。ありがとうございます。まあ、ちょっと引き算の美容法としてお役に立つとしてもらえればと思いますので、はい、はい、じゃあ最後ですね、最後にご紹介したいのが、うん、このドライが楽になるっていうお話です。これちょっとさっきの話と重なっちゃうんですけども、あの髪の毛が水を吸わなくなる、つまり浸水毛なのに健康毛のような疎水化してると言いますか、水を吸わない状態になってるんで、水が入ってませんから、うん、そもそも、うん、乾かすのがめちゃくちゃ楽になるんです。だいたい数字で言うと最大 35% のドライ時間が楽になるんで、すごいサロンワークがお店にとっても楽になりますし、お客様も待ってる時間が減るんで、お互いウィンウィンにすごい人生の時間豊かに使えるようになりますよっていうのが、あのマーブの最後のポイントなんですよ。でですね、ぜひともあのご視聴者の皆さんとかにもマーブ導入してる方いらっしゃると思うんで、一個価値としてもう一個伝えたいのが、家に帰っても乾かすのが楽になる。この場でなんか楽になるっていうのは、サロンで乾かすのも早くなるけど、家に帰っても浸水毛が水を吸わない状態がキープされる、キープされるんで。なぜですか？はい、分かったらノーベル賞もらう。でも実際提案の幅が、綺麗になるよ、サラサラするよ、色が入るよとかデザインとかだけじゃなくて、生活楽になるよみたいな、そういう提案ができるっていうのがまあすごい人気な理由なんですよ。なのでぜひお家に帰ってからも楽しんでいただきたいみたいなところをお客様にも伝えてもらうと、楽しみがその日と帰ってからと、あとやっぱホームケアも抱き合わせで一緒にお客様に
価値提案してもらってすごいいい状態でまた帰ってきてもらえるようなお役立てができるかなと思いますんで、ぜひこのドライ楽になるっていうところも一つポイントとして覚えていただきたいです。はい、はい、以上マーブルについてのご紹介でした。はい、顔洗ってもいいですよね。かわいいっす。俺も朝頭セットするときにもう貼っちゃうんですけど、はい、自分でこうしてマーブ組んでカーってやってそのまま顔バーってやってこうしてやっぱいいですよ。いいっすよね、肌がなんか突っ張らないっていうか。あ、突っ張らないです。もう言い方としてはいろんな表現なんですけど、無限に出る化粧水とか、なんかそういう言い方もすごく多くて、うん、お顔とかもぜひ。あとなんかさ、僕使ってもらいたいのがやっぱ植物ですね。植木、やっぱこれだけオープンでお花たくさんあるじゃないですか、はい、なるべく残した方が、うん、こいつにこの可愛い子ちゃんに、はい、あ、枯れてる早いで、どうしてもどうしてもやっぱりしょうがないことじゃないですか、はい、いただき物でも、はい、なかなか、まだでも1週間も経ってない。いや、俺と岩崎ちょっとね、植物を育てる才能がないんです大丈夫です、マーブがあれば。マーブの水を入れるだけ。そうです、水やりの場合、あそこで冷たいマーブをバーッと出して入れるだけです。へ、はい、もう、あ、そうか、でも元が農業ですもんね。そうです。あ、もう根っこに酸素が供給されて。そういう意味か。そうです、めちゃくちゃ酸素入ってる。カラーもそれで発色するんですよ、酸素が豊富なんで。でも根っこはその供給された酸素を吸ってすごく生育が良くなるんですよ。すぐやります。よっしゃっす。ありがとうございます。では早速、はい、実演ということで、はい、行きましょうか。どうぞ、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで実践してもらいましょう。イエーイエーなんだもん。はい、モデルさん紹介します。はい、さきちゃん。はい、さきちゃん、久々。お久しぶりです。はい、ほんといろいろ協力していただいてる。その YouTube にたびたびご協力していただいてる。ほんとだよね。じゃあそんな感じで行きましょうか。はい、じゃあ岩崎さん、シャンプー台にご案内してください。こちらです。はい、はい、お願いします。はい、いろんな人がいます、今日。こちらのお席になります。はい、楽しみ。もう寝かしちゃいます。え、でもあれじゃない、あ、そうか、まあ、やってもらうのは社長さんじゃない。はい、はい、うん、社長さんに。もうなんか臨戦態勢です。すごい。どうですか岩崎さん、新生ノットのシャンプー台は。まだ荒ぶってます荒ぶってますか。周りびっちゃびちゃお客さんの評判はいいよね。そうですね、こっちの方が暗いし空間がいいって、うん、今撮影用のライトこうやってついてますけど、基本的には間接照明でゆったりできる空間になってます。はい、あとは社長さんにお願いしましょう。お願いします。よろしくお願いいたします。僕のシャンプーは YouTube で覚えただけのヘボシャンなんで。ヘボシャン、それだけちょっとご了承で期待値を一回調整した上で美容師免許があるわけではないですもんね。そうなんですよ、うん、あれ野菜洗うのめっちゃうまいんですけど。野菜洗うの農業だからさらーっとあるんですけど、ちょっと頭はそれなりなんで。これからじゃあちょっとマーブの使い方をちょっとご紹介したいと思うんですけど、はい、マーブの使い方は汚れを取るために流すっていう使い方と、2つ目がシャンプーと一緒に混ぜて泡立てるっていう使い方と、最後チェンジリンスとかトリートメントとしたりとか、カラーで乳化で使ってこう混ぜるっていう使い方があります。この流す、泡立てる、混ぜるの使い方をやりますんで、はい、ぜひちょっと見ていただきたいと思います。はい、お願いします。じゃあまずは流すからちょっとやっていきますね。使い方めちゃくちゃ簡単で、お湯出しました。下にあるペダルを踏むと泡が出てる。そうなんです。一応離すと普通のように戻る。これだけです。でこれだけなんですけど、マーブが人気な理由ってマッサージみたいにボコボコされてる感覚があってめちゃくちゃ人気があるんですよ。お客さんも言ってました。そうなんです。どんなにいいメニューでもやっぱやってる感ないと人気って出にくいじゃないですか。マーブそれがあるんで、ちょっと当て方を教えさせてください。まずジャーッとかけちゃえば美容効果ありますけど、こんな風にくっつけて使っていただきたいんですよ。あ、もうくっつけちゃっていいんですね。そうなんです。こうやってくっつけて使っていただきたいんです。イメージはお医者さんが聴診器当てるようなイメージ。こうくっつけても動かしちゃうとちょっとつりやすいので、くっつけます、離す、くっつけます、みたいな、1、2、1、2みたいな感じでこうやってやっていただくと、なんかマッサージ感覚がすごくてやってる感があるんで、すごく人気がありますので、ぜひやってみていただきたい。もう一つ最後に変化を楽しませてあげてください普通のお湯を感じさせるところで始めるよって言って踏むとボーってくるんだよ。うわ来たみたいな。で終わる時もさっと終わらないで、あの、まあ終わりますねって言って足を離して普通のに戻る。シュー、うわしょぼいみたいな。しょぼい、普通の水なんか物足んないみたいな。それを楽しませていただきます。楽しませてから、はい、ちょっとやっていきますんで、はい、ぜひ見ていってください。はい、こちらマーブのペダルなんですけど、いろいろつながってこのシャンプー台のこの管を通って
で、うちはここに、これがボイラー室なんですけど、ここに、はい、こちらマーブがございます。かなりね、重厚な黒い金属製のやつでかっこいいんですよ。こんな感じで、はい、こっからつながってます。はい、すいません、お邪魔しました。我々です。はい、では行きましょう。はい、じゃあ早速始めていきます。はい、まずはくっつけて普通のお湯を感じさせます。ではマーブ始めますと言ってペダルを踏みます。来たーみたいな、はい、これ離してやると全然やってる感ないんですよ。つけた方がいい。そうなんです、くっつけてやります。このお湯、溢れたお湯使ってここをこすってあげると、はい、生え際についてるカラー剤とかめちゃくちゃ早く落とせるんで、使い道としてやってみてください。これ見てください、僕こすってないんですけど表面に汚れが浮いてきてるの見えますか。ドロ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 、この辺に行こう。あ、もう人の手じゃ取れないよ。おお、こういうやっぱ普段シャンプーとかではなかなか取れないの、スタイリング剤とか白く濁ってるこのお湯とか。さきちゃん撮影終わりだから。さきちゃんが汚いわけじゃないからね。本当ね。これは頑張ってる証です。でもとっても綺麗な方で、本当にシリコンすごくついてるお客様とか、結構ベタベタなお客様とか、やっぱりデザインに影響してしまうときに、マーブを持ってるとすごく心強い味方になります。じゃあよかったよ、さきさん一瞬当て方やってみませんか。はい、はい、シャワーヘッド当てて、あ、それでお客さんと仲良かったら始めますじゃなくて、始めマーブって言ってください。はい、恥ずかしいですよね。はい、あります。じゃあやりましょう。じゃあ始めマーブ。始まる、気づかれる、始まる、始まる、始まる。矢田さん、カメラ目線でもらっていいですか。すごい嫌なんです。始めまーす。バレないように照れんなよ。じゃあくっつけて、ペタル振ります。ちょっと変化があるんで、うわって始まったみたいなで、思ったより押していいです。あ、そんなに、あー結構こんな感じです。音が違うんです、これ触れてるだけ。あーなるほど。なんかチュク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 って音するじゃないですか。しますね。止めてあげる方が気持ちいいです。ふとシャンプーしながらマッサージができるんで、最近スパってすごく人気なメニューになってきてるんですけど、あんまり時間かけれないんで、シャンプーしながらやってあげるっていうことができます。なるほど。どうですか、ボコボコ感じますか。めっちゃ気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。使い方バッチリです。ありがとうございます。さすが。ありがとうございます。ありがとうございます。これは滑ってますね。すいません。はい、じゃあ終わり方ちょっとぜひ見てみてください。終わるときは逆に僕 NG 例からさせてやりますね。 NG 例はつまんない終わり方なんですよ。こうやってボコボコしてて、こうやって終わっちゃうんですよ。そうです、これは面白くないんです。ぜひ面白くお客様に体験していただくためにくっつけときます。それでは終わりますねとか、終わりますって言って足だけ離すんです。で普通のお湯をこうやって体験させて教えます。これが普通ですよ、はい、こっち普通の水道水です。どうですか。特に特に。なんか終わってく感がすごくお客さんに伝わるんですよ。音が静かに。そうです、なんか寂しいみたいな、洗えてない感みたいなのが結構出ます。この変化をお客様に伝えるとなんか満足度がすごく高いんで、ぜひやってみてください。わかりました。はい、じゃあちょっと面白い体験したいと思います。ちょっとネイプ先洗ってますね。矢崎さんに僕ワンシャン泡立てだけちょっとやってみてもらいたいんですよ。ああ、わかりました、はい、マーブがいると泡立てがすごく楽になるんで、ぜひそこも一緒にやっていただきたいです。じゃあちょっと普通にワンシャンしていい。普通に泡立てしてもらって。普通がないの初めてかも。じゃあここでちょっと止まってもらっていいですか。いきますね。ここに矢崎さんの頭掴んでる。マウス溜めます。ここでゴシゴシしてもらってる間、僕この水足すんでちょっと楽しんでください。ここでゴシゴシしてもらっていいですか。ゴシゴシしてる間に、はい、いきます。マウス足します。そうすると泡立ちます。おお、踊った。なんかモワーみたいな、モワーって結構水に空気がいっぱい入ってるんで、一緒に使ってもらうとすごく泡立てしやすいんですよ。この特徴を使って次の泡立てるっていうマッサージをお伝えしていきます。かなりシャンプーが軽いと思います。ふわふわです。じゃあちょっと泡の瞬間いきますね、はい、じゃあここから一番映える、マーブ導入店が一番サムネとか SNS の画像で使うやつ、この後お見せします。これはなんか別途有料でオプションで一番高いコースで結構やってるお店が多いので、ちょっと見ていただきます。ちょっとシャンプーお借りします。あ、どうぞ。はい、ここにちょっとスリープッシュほどシャンプーを入れて、ここにまぶせを足していきます。そうすると何ができるかっていうと、もっこもこの泡風呂が作れるんですよ。
コツは上からビールを泡立てる、あえて泡立てるように上から入れて途中から下に入れます。そうすると音が、不思議な音がお客様に伝わる。なんか飛行機飛んでみたいな、温泉入ってるんだよね。今から泡もっこもこなホイップみたいな泡で頭を包んでマッサージして髪の毛をこすらないで洗浄していきます。これが使い方2の泡立てる使い方です。はい、わお、いきますね。1、泡を取って押し付けます。この辺もうすごいですね。2、音を、音を聞かせます。マーブはこの体験にすごく価値があるんで、これちょっとぜひ、この泡立ての音が結構最初できないんですよ、この音。ぜひこのできなかったら最初音だけこれ出してください。この演出何の効果もない、何の効果もないんですけど、楽しませてください。ちょっとやってみます。泡をここにまず用意して、ちょっと手がちっちゃいんですよ。で髪の毛を取って、足もな髪の毛を取って垂直に、なんかバレエのレシーブみたいに垂直に立てて、で運動できないタイプ、ギューッて、あ、なんですね。ギューッて、で耳の方に抜いていきます。はい、これが1、はい、で2が船みたいにこうすくって、ここの指の間とか全部こう閉じるんですね。でここに空気作って、これをなこれをここで、あ、無理かも、ね、最初どうしてもこれ最初からできたら天才です。なりますよこれ。ここの空気あるじゃないですか、はい、ここを使ってこの音、あー、キビキビですよね。これぜひよかったらちょっとお時間の時に頑張ります。ありがとうございます。じゃあ手ちょっと泡泡にしちゃって、またマーブ流します。全てマーブで流せますので、全て過去の罪もマーブで流して、あるかどうか置いといて、前流してもらおう。何やん、まあ YouTube で言うわけないやん。全国に放送されちゃう。どうします、永田さんがいっぱい過去の罪があったりして。俺はもう潔白だから。じゃあ最後一番大事なのが、はい、このモコモコって当てたりとか、こう音を聞かせるっていうのはちょっと演出なんで、これはもう一瞬でいいです。一番大事なのがこの後、カラーカップってお借りしてもいいですか。このお湯を使って頭にかけてあげるメニューが一番いいんですよ。これを使うとオイルがかかってるみたいな不思議な感覚がありますし、泡が髪の毛の間を通ってきれいにしてくれます。いきます。ドローっていう感覚です。なんかドロッとしませんか。うん、すごい。なんかお湯っていうよりはオイルがかかってるみたいな感じなんですよ。見てくださいね、泡だけで。こすってないんですけど、泡がこの間を隙間を通ってくれるんで髪が柔らかくなります。でこれが何より気持ちいいです。こうドバーッと。注意点はここからやるとあんまり気持ちよくなくて、上からそうなんです、生え際よりもちょっとだけ上からかける、うん、でゆっくりこうやってやるとあんまり気持ちよくない、ちょっとくすぐったいです。素早めに、そうです、早く重みを感じさせるようにこうドロッとかけます。するとツルツルになります。どんどん柔らかくなります。柔らかくないですか。めっちゃ柔らかいですよこれ、いいな。これ電気の振動でこうナノバブルこう揺れてこう間を通ってるんで、はい、こうすごく髪の毛の隙間までこうヘアケアまでできるっていう使い方ですね、うん、でこの後最後トリートメントと混ぜるっていう使い方ですね。流す、泡立てる、混ぜる、最後の工程です。吉永さん、ここでちょっと大事なことがあって、はい、最初からマーブやっちゃうと泡立っちゃうんで、ちょっと最初お湯である程度流してからやると早いです。で宿毛矯正の一材を流す時もマーブでここやると一材のここ速攻落ちるんですけど、この後混ぜるっていう使い方で解説するんですが、ここ毛先浸透しちゃう可能性があるんですね。なのでシャンプーの時とか宿毛矯正の液体を流す時はまずお湯で流して、もう排水口抜けるなっていう状態になってからマーブを使う。そうです。そうすると残ってるシャンプーも取れますし、宿毛矯正も毛先に入らないでスルスル抜けて綺麗に落とせるんで、おすすめな使い方になります。じゃあ最後トリートメントしていきますね。じゃあ取ります。バリマ、バリマ、バリマ、サブリミナル効果、カットですね。ここでみんな離脱する。社長楽しみにしてください。こんなにもカットされるんだ。やばい、これ恥ずかしかったらいいだよな。じゃあ最後トリートメントいきますね、はい、本当はね、いいトリートメントっていうか、すごくその高いやつとか、もちろんそのメテオさんとかも含めていろんなのあると思うんですけど、今日はあえて一般的なシャンプートリートメントの施術で、はい、でも一般的なのはノットシャントリーなんで、おじゃあそれだけでもめちゃくちゃ効果が出ちゃいますね。ただそのトリートメントがどれだけ入るかっていうのもちょっとチェックしてみてください、はい、でまず工程を説明します。トリートメント塗布しました。ここにまぶすよ、さっきみたいに溜めて自然にするだけです。
この時注意点は沈めた方が音が静かですごく心地がいいのと、この湯がナノバブルが揺れて電気を帯びたお水になってるんで、揉むとクリームが油が毛先の隙間までこう振動で入っていきます。超音波出てるような感じですね。使い方としては、これ僕かけるんでちょっと手で握ってってもらってもいいですか。はい、手で握る。髪の毛をこう握ってます。めっちゃツルツルです。トゥルトゥルですね。キちゃんトゥルトゥルです。トゥルトゥルです。お見せしてもいいですか。これこうなってます。柔らかい感じ。これの落としちゃわないのっていうこれ多いんですけど、マーブはジャーってかけ流すと取っちゃうんですが、こうやって下に混ぜて使うと浸透する技術があるので、カラーでしたらばこの水でこう乳化する、酸素が豊富な水なんでカラー入ります。カラーが発色しますし、トリートメント系だったらこんな風に混ぜて使ってあげます。よくあるご質問としてシステムトリートメントとかどうすればいいんですかとかあるんですけど、それはあの途中では使わないで一番最後、仮に4つの工程があるとしたらば4番の時に最後こうやって使うだけになります。途中で流す時とかは使いません。途中で流す時はマーブ使わないんですね。そうなんです、そうなんです。メーカーさんのやりたいことっていうのがあるはずなので、うん、その前にマーブさえ綺麗に使って洗えていれば大丈夫です。シャンプーはマーブで流して、でトリートメントはやり終わった最後のチェンジリンスをマーブ水、そうです、はい、こういう風にやるだけ。なるほど。が一番濃度が高く、そのメーカーさんのやりたいこと実現できます。さあツルツルになりました。ツルツルですね。それでは一番大切なことを一番最後にお話しします。ここでマーブは絶対に使わないでください。はい、これコーティング取っちゃうので、プロ用としてやっぱりシャワーヘッドと大きく違うのはこの辺りに出ると思います。ここで使わない方が美容効果が高いです。ぜひこういう効果的なやり方をやってみていただきたいですね。本当に道具は同じなんですけど、使い方一つで 1.5 倍、大げさに言うと2倍ぐらいお客さんが感動するレベル、質感とか体験の立て方とか違うんで、ぜひこの当て方とか楽しませ方とか、ここでは使わないとか、ぜひ改めてカタログとかでも、はい、見てみてください。では一番の見どころですね。今回本題と僕先ほど申し上げた髪の毛が過防順しなくなる、吸水しなくなるっていう特徴を肉眼でちょっとお見せしたいので、タオルを今お借りしてもいいですか。ほぼ拭かないであげますね。もう髪の毛を全くこすらない感じでいきます。こう揉むだけみたいな。こうやって普通ゴシゴシってするじゃないですか。押さえるだけ。こんなんでいいわけないじゃないですか。不安って不安です。不安ですよね。あの普通怒られるレベル。アシスタントさんが全然拭いてないんじゃないかみたいな。じゃあ上げてきた。じゃあこれで上げてみましょう。はい、これでじゃあちょっとスイッチをして上げてもらっていいですか。後ろからぜひちょっと見ていただきたいんですけど、いきますね。で水ほぼ拭いてません。握っただけです。表面いきますね。で起こしてきます。どうぞ。水落ちてこない。あすごい。おすごい。これが一番革命的なことなんですよ。すごいですね。いやマジそのレンタルタオル水超吸わないのに。でわかる。実は全然濡れてないんですよ。確かに全然濡れてないんです。はい、でほぼ拭いてないですよね。でもこれだけ水落ちないんです。コームとくとすごく分かりやすいかもしれないんですけど、普通これびしゃびしゃですよね。普通びしゃびしゃになりますし、ポタ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 ってきちゃいます。これが一番すごいところです。さっき言った疎水の。そうです。髪が疎水状態になって、これ解いてみてください。こんなに甘く拭いてたらどうなるか、美容師さんであれば想像多分しやすいと思うんですけど、水びしゃびしゃってくるはずなんですよ。見てください。何も垂れない。健康みたいじゃないですか。すごい、うん、この状態なんでカラーとかトリートメントが飛躍的に効くようになってるんですね。水で薄まらないっていう、ほぼ拭いてない。すごい。垂れないですもんね。ちゃんと拭いたらもっと切れますし、すごくいいんですが、あえてやっぱりこれからカラーしたりとかする人、いくら薬剤が良くなっても傷んでいっちゃうものは傷んでいっちゃうんで、なるべく水でこう擦らないとかタオルで擦らないっていうことができるマーブは、いいデザインをするっていうこととケアをするっていうことを両立させてくれるんで、ぜひこういう伝え方をお客様にもしていただきたいです。じゃあ乾かしていきましょうか。はい、お席ご案内しますね。はい、どうぞ。お疲れ様でした。ああ俺疎水これ思ったこと1個あって、はい、あのピンク系のカラーをする人って、このシャンプーアップにピンクの水が滴っちゃって、カットクロスだとピンクに映るからカラークロスで切るときは多いんですけど。なるほど、はい、マーブにしたからかな。なんか前回ピンク系のカラーの人そんなにピンク落ちなかった気がする。あ、水落ちないっていうところで、うん、そうかもしれないです。どういうのもあるの。ありますし、表面残留しちゃってたのが、うん、マーブと合わせて使ったことによってカラーは残ってるんですけど表面取れてるんで、そういうちょっとストレスというか色がこう他に移っちゃうみたいなことがないです。全然水落ちないですよね。全然落ちないですね。
ちなみになんか処理剤、ケラチンとかコラーゲンとかの処理剤、それいつらの希釈する水をマーブにするとどうなります？めちゃくちゃおすすめしたいのが、はい、混ぜて使うやり方ですね。お結構一緒に混ぜるものの乳化とかキメを細かくしてこう浸透させるみたいなのが結構得意なお水なんで、はい、そう何か付け加えるとか足すものと混ぜて使ってもらいたいです。あとはスプレーヤーとかアプリケーターに入れて、例えばケラチンの原液みたいなのを希釈するっていうのを水じゃなくてマーブスにすると、そうです、より活性化するというか。おっしゃる通りです。ケラチンの多分商材って多分油がベースに作られたりとか、うん、クリーム系だと思うんで、うん、乳化と同じですね、うん、すごく得意なんで。保存が悪くなるとかは特にないですよね。ああ、まあ厳密に言うとちょっと悪くなるかもしれないです。酸素が多く入る分。そうです。なるほど。空気に触れるんで、それは厳密に言うとちょっと悪くなるかもしれない。了解です。ただ使う時とか、はい、そういうのはいいと思います、はい、植木にやるぐらいですからね。酸素がいっぱい入るぐらいだから。大豊作ジェットになりますんで。触んな俺のお前の手は植物を枯らす。やめろ、触んな触んな、ふざけんな。じゃあそんな感じでまず乾かしてもらいましょう、はい、じゃあ乾かす時なんですけど、うん、伝え方の一つとしてぜひいいですよって言うまで触らないで待ってもらってもいいですか。はい、ちょっと魔法かけますんでよろしくお願いします。はい、っていう感じでちょっと楽しみにさせてみてください。わかりました。はい、じゃあ乾かしていきたいと思います。はい、ミストとかはつけない方がいいんですか。あ、何もつけないで。つけない。はい、やりましょうか。せっかくなんでちょっとリアリティを求めて。うちの渾身のノットミストが使えないだと。もちろんやったら最強です。ただそのコラボメニューの楽しさもあるんで、はい、皆さんそれこそこれと合わせてみたらどうかなとか。まずはマーブの実力っていうのを使ったら最強です。じゃあ乾かしていきましょう。はい、ですか。はい、ブローをしようと思ったら社長がどうしても喋りたい。はい、ドライヤーの音を一回止めます。はい、お願いします。やってもらってて感じていただいたことあると思うんですけど、はい、マーブやるとめちゃくちゃブローしやすいというか、結構伸ばしやすいとか、うん、滑りやすいってことがすごい多いんですよ。で、従来のお湯で洗ってると不純物だらけなんでどうしても取れないんで、うん、引っかかりとかテンションをかけやすいんですけど、逆に言うと髪傷めやすかったりするんですけど、はい、マーブやると髪の毛一本一本すっごい純粋に綺麗になってるんで、お滑りやすい。だからなんですね。そうです。熱が効かせやすい状態になってます。満足ですか。いや、満足です。疲れました。じゃあブローします。はい、まあ確かにしやすい。で、目の細かいコムでもう一回こう面だけ最後整えてですね、目の細かいコムで、で、すがみ感すごいですね。そうなんですよ、はい、ついてない美しさ。大変お待たせしました。上からこう抱えるように両手で触ってみてください。どうぞ上から。また。またでもいいよね。やばい、柔らかい感じだと思います。確かにトリートメント全くしてない。ノットのトリートメントだから、まあホームケアぐらいなんで、でミストもつけてない、オイルもつけてないから、そうするといいよね。うん、うん、めっちゃ柔らかい。結構お客さんにやると全部やってるじゃん。しかもメテオのトリートメントとか全部やった状態だと、うん、とんでもないことになる。そう、やばやばいっすよ、ね、やばい。気持ちいいね。気持ちいい。社長さんも大満足です。成功しました。かき上げてみてください。すごい軽いですよ。でも柔らかい、うん、なんか髪質ベタつきがない感じ、うん、はい、よかったです。いい感じです。完璧な使い方をしていただいて本当にありがとうございます。これであとはあれですよね、システムトリートメントとか、まあメテオの加強とかなんかそういうのも合わさってくるとより。おっしゃる通りです。はい、重ねて引き算っていう脇役の立ち位置なんで、うん、その使う材料のパフォーマンスを最大化しますので、うん、ぜひコラボでなんか組み合わせる楽しさをお客様に提供していただきたいです。はい、じゃあありがとうございました。はい、じゃあさきちゃんありがとう。ありがとうございます。めちゃめちゃサラサラ。めっちゃサラサラ。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。まあ詳しくやり方も知れたり、あとはもう本当にあのどういう効果でどういう髪に作用してるかっていうのがだいぶ分かったんで、はい、本当に勉強になりました。ありがとうございました。いや、こちらこそ貴重なお時間いただいて、はい、ありがとうございます。まさか導入したら社長さんが説明しに来た。いやいや、もうむしろ光栄です。はい、結構でも全国行かれてるんですよね。はい、結構頑張ってます。さすがです。はい、はい、で今日はどうしても言いたいことが、いやもうこんなチャンスと言いますか、はい、ご機会全然ないのでちょっとせっかくなんで、はい、肌僕たちからプレゼント企画をちょっと今日ご用意させていただきましたので。案件っぽいですね。案件っぽくなっちゃってすいません。いや、僕らは本当に案件とか全然やってないんだけど、なんかどうしてもあの僕はマーブがどうしても導入したいって言って、普通にあれですよ、ちゃんと自腹で買ってるんですよ。はい、あの購入いただいております。はい、本当に購入して。ありがとうございます。なんか説明しに来るっていうか、じゃあそれ多分有益だから
なんか全国の美容師さんにあの有益な情報として YouTube 撮っていいですかって言ったらこの流れになりました。あのしたたかな野郎でございました。すいません。なんで皆さん最後までちょっと聞いてください。はい、はい、じゃあの僕たちからちょっとプレゼント企画あの3つちょっとご用意しております。1つ目、マーブをまだ導入したことがない方、してない方向けにこの YouTube チャンネルご覧になってから6月までの導入のお客様にあの設置工賃全て無料で僕たちの方で導入ご提案したいと思いますので、概要欄とかですかね、はい、あのリンクの方でぜひお問い合わせいただけましたら、中澤さんの紹介だったら気持ちよく少しお安くさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。案件じゃないですけど僕もそれはやってもらいました。それはこの話になって、はい、あ、じゃあそれはお願いしますぜひ。ちょっと期間限定かつちょっと気持ちばかりなんですけど、はい、あのぜひ前向きにご検討していただければと思います。で2つ目、今度はあの僕たちってマーブ導入店さんのおかげで、はい、今までこうやってこれたりこうやって長藤さんとご縁がいただけたっていうのもありますので、まあ、感謝企画としてマーブ導入店様限定で実は弊社で3月からリリースします、うん、発売しますこのマーブの家庭用シャワーヘッド。あ、家庭用。そうなんです、家で楽しんでもらいたいので家でっていう商品です。なるほど、これ家でっていう商品なんですけど、まあ、ナノバブルシャワーヘッドリリース、うん、もう少し発売になりますので、これは、企画2としてマーブ導入店様限定で10名のお店にですね無料でプレゼント。あ、プレゼント、プレゼントをさせていただきたいと思いますので、ぜひこちらも URL のリンクの方から欲しいよと、はい、まあ導入店だよと感謝の気持ちでちょっとさせていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それいくらなんですか。これは東大価格19,800円の販売価格ですので、効果的には、まあ、マーブより業務用よりはあれだけど、そうです、あれと比べちゃうとちょっと見劣りするかもしれませんが、うん、でも一通のシャワーヘッドと比べると水当てがすごく柔らかくなったり、はい、節水効果、最近水道代もちょっと上がってきたので、うん、まあ、そういうお顔に優しいお水をかけたりとか、はい、そういうためにぜひ。でまたバブルもちゃんと出てるという。もちろんです、これ超有名な企業さんとちょっとコラボして作った商品なので、ぜひ技術もしっかりしてますから、よかったら使っていただいて。岩崎風呂4つぐらいあるんですけどいいですか。あ、ちょっと大豪邸ですね。ちょっとすごい庶民ですいません、貴族なんで。あ、1本しか使わないと思ったんですけど。よかった、ちょっとお二人に、はい、じゃあプレゼントをさせていただきたいと思いますので、はい、はい、あと長さんに買ってもらおうと思ってました。え、あ、それさっき説明受けてた。あ、違います、こう見えた、出された時に、うん、あ、なんか抽選で佐野さんに配るんだと思って、はい、あとで長さんにうちに買ってもらおうと思って。なんで。ありがとうございます。そしたらもらえたんで売れていい。なんで。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、じゃあそんな感じで今日はマーブとマイクロジャパン株式会社、はい、社長さんをゲストにお迎えして、まあ、美容室のマイクロバブル、ナノバブルですね、はい、ナノバブル清掃地マーブのご紹介と、あとは、モデルさんを使った使い方、より詳しいマーブの使い方っていうのを説明していただきました。はい、ありがとうございました。今日は本当に一日お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。今後とも末永くよろしくお願いいたします。社長っぽい。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、僕の動画では今後とも美容師さんたちが有益な情報、技術が伸びたりとか、あとはもう美容が楽しくなったりっていう動画をどん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 出していきたいと思うんで、はい、また次回の動画もよろしくお願いします。バイバイ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。なんでやっぱ風呂いっぱいあるから3つ持ってる。違います。その1個しかないし。どうしたんですか、貴族としては。風呂そんなにあっても体1個だよ。風呂1個しかないんですって。ありがとうございます。長さんに買ってもらわなくてもいただけました。やったじゃん、俺言ってちゃんと。あとでもないです。ありがとうございます。岩崎さん、あと手とかもよかったらマーブでしょっちゅう洗ってください。手荒れは結構効くんですか。まあ、あの一応薬き法でこう治りますよとか対策になるって明言できないのは難しいんですけど、うん、薬剤ちゃんと取ったりとか、ドライ時間楽になる、短くなるだけで、やっぱりそのありにくい環境作りってのはすごくできるんで、ちょっとしっとりしませんかね。しっとりしました。さっきなんか素手で触るのちょっとビビってましたもん。実演の時やべえと思って。あ、そうか。素手そうだね。やばいと思って。手袋なしだね今日。結構こう曲げられたりとかするお声もあるんで、なんかよかったらあの治るとか言えないんですけど、対策で。ありがとうございます。ぜひやってみてください。お湯怖いんで。これでどんどん綺麗になっちゃうね。ありがとうございます。何それ4って4キロ痩せました。4キロ痩せました。あのあれですダイエットだからね皆さん、あれですよ疲れさせてるわけじゃないから、勝手に痩せてるだけですから。少し疲れ勝手に痩せてるだけ。疲労で。はい、じゃあまたね。ありがとうございました。バイバイ。